今日は「日本の秋」についてはい皆さんこんにちは日本語「コ金哲ペですねあの今秋ですね日本の秋はとてもいいですまあその理由はですねえー、日本の夏は暑すぎるし まあ日本の冬はまあ寒いしえ春はね忙しいのでえ秋が一番いいですね <laughs> だから秋が一番いいというわけではなく他の季節はちょっと大変ですね夏は暑すぎるのに台風もあるんですね暑いしそしてたまに台風が来るので 旅行するのは少し大変ですね暑いし、ね、そして台風が来るからこう計画が変わってしまいます飛行機とか新幹線がキャンセルになったりしてしまう夏はちょっと旅行が大変そして冬はねまあたくさんの国ではまあその まあ、クリスマスとかニューイヤーとか、まあ、いろいろあるでしょでちょっとあの旅行するのがちょっと難しかったりまああと1月2月はやっぱり少しあの寒いしまあ北の方ですよね東北とか北海道とか雪もたくさん降りますよね。 まあ、東京は悪くないです。実は東京は悪くない。東京の1月2月はおすすめですけど、まあ寒いのが好きじゃない人は、まあ、あの、冬に旅行したくない人もいるでしょう。春はですね、桜が咲いたりしていいけども、あの、日本人としてはね、日本人としてはちょっと忙しいんです。学校とか、えー、仕事が始まるのが、 4月でまあちょっといろいろ忙しい時期なんですね。この季節はちょっと忙しい。で6月はやっぱり梅雨で雨が降るしだからまあ秋はね一番いいんですよ。10月の終わり11月まあ12月の初めぐらいかな秋といえばまあほとんどは11月ですね11月はやっぱり秋って感じ。 暑くない。でもまだ寒くないちょっとまあ朝はちょっと寒いかもしれないけど昼は十分暖かくてそして紅葉もありますね紅葉がある、えー、こう木とか葉っぱとかがこう綺麗な色になってなんかこう秋だなっていう感じ秋だなっていう感じがする。 秋だな <laughs> 3回言いました秋だな4回言いましたあと食べ物がいいんですよね食べ物がおいしい秋はあのさつまいもねスイートポテトですねさつまいもがおいしい焼き芋焼き芋はいいですよ甘くてね あとはまあ栗とかいろいろなきのことかねいろいろありますえ柿ね果物の柿ですね柿もおいしいしあとなんかやっぱり温かい食べ物が増えてきますね秋とか冬は温かい食べ物が増えてくるねまあ たくさんの人たちは家で料理をしたりあとはレストランで食べたりしますけど例えばまあそろそろですねこうおでんとかねおでんの季節おでんあと鍋いろいろないろいろありますいろいろな鍋鍋料理、ね、そしてやっぱり魚とかもおいしくなりますね寒い方が魚も 太ってね魚もちょっとこう大きくなって美味しくなるので寿司とか刺身とか美味しい魚を食べながら熱燗熱燗というのは温かい酒ですね温かい日本酒熱燗飲んだりしてねおでんとか魚とか鍋とか食べながら熱燗いやーいいですね なんかまだ昼なんですけどちょっと熱燗飲みたくなってきましたやばいですねやばいやばいまだ飲まないですまだ飲まないだけど今日の夜はまあもしかしたらいいかもしれないちょっと酒でも飲もうかな皆さんもたまにはあのリラックスして明日も頑張ってくださいまたね